アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、遠藤美月です。今私は DVD の撮影でサイパンに来ています。サイパンではですね、というかそもそも私 DVD を出すのがこの作品が初めてなんです。イエイエイ、ありがとうございます。で、そのサイパンでの撮影、すごく緊張してたんですけど、すごく楽しく撮影できまして、なんと2日目から風がビュンビュン吹いていて、台風3号がサイパンに来てしまって、外での撮影ができなくなってしまって、すごく残念だったんですけど、でも皆さんがいろいろスケジュールを組み直してくれたりとかして、すごく撮影しやすい環境で撮影することができました。なので私の自分のいいところとか素なところとか、ちょっと失敗しちゃったりするところとかいっぱい入ってる、とてもおすすめな内容になってますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。遠藤美月さんにミニインタビューです。イエイエイ。はい。撮影中一番嬉しかったことは何ですか？ご飯が美味しかったです。撮影中一番困ったことは何ですか？台風が来ました。楽しかったです。ご自身のセールスポイントはどこですか？今のお尻。芸能界を目指したきっかけは何ですか？勉強したくないのと、自営業を継ぎたくないのと、あれ、タレントさんになりたかった。大分でも、大分なんですけど出身が、大分3チャンネルしか映らないんですよ。だから大分でも映るやつに出て、両親が安心できるようにしたいです。今までで一番高い買い物は何ですか？上京してからお母さんが遊びに来てくれて、その時にお母さんをきれいにしてあげようと思って、美容院行って、ネイルサロン行って、なんかマッサージとか、あとお洋服も全部セットで買ってあげました。はい。プライベートで旅行に行くならどこに行きたいですか？ジャカルタ。インドネシアのジャカルタです。両親が前住んでたので、どんなところに住んでたのかなっていう興味です。ストレス解消法は何ですか？歌うことです。カラオケ採点で、どんどん高い点数を取りたいって感じです。一つだけ願いが叶うとしたら何をお願いしますか？自転車が欲しいです。理想のデートプランを教えてください。理想のデートプラン、ディズニーランドに行きたいです。で、私が行きたいところを全部連れ回したいです。異性から言われて一番嬉しい言葉は何ですか？一番嬉しい言葉、一番嬉しい言葉、まあ、ちょっと面白いよな、です。バスケットボールを長年やっているそうですが、はい、バスケットの魅力は何ですか？点がいっぱい入るところです。入れられるし、どんどん展開がすごく面白いです。今やったら多分目が回ると思います。地元の大分でよく遊びに出かけていた場所はありますか？大分駅前のマクドナルドです。そこでずっとおしゃべりしてました。モノマネが趣味ということで、一番自信のあるモノマネを披露してください。自信のあるモノマネいっぱいあるけどな、どうしようかな。じゃあ隣のトトロのめいちゃんやります。隣のトトロのめいちゃん、いきます。
こんぐらいのと、こんぐらいのと、こんなに大きいのが寝てた。はい、失礼しました。仮面ライダーガールズのユニットを通して一番の思い出は何ですか？私は新メンバーとして加入したんですけど、仮面ライダーガールズが結成されてからたくさんシングルとかアルバムを出させてもらって、今度ベストアルバムを出せるんですよ。それがすごい嬉しいです。ベスト出せるなんてっていう感じです。はい、サイトの読者へ一言お願いします。一言、それが一番難しいんだよ。一言か、応援してください。切実によろしくお願いします。遠藤美月を親のような温かい目で見てください。よろしくお願いします。以上です。ご回答ありがとうございました。ありがとうございました。